こんにちは、アポロンのシェフ平です。空気銃エアライフルのですね、ポンプ、ヒルポンプが届いたので、ちょっと開封レビューがてら組み立てたいと思います。箱はこんな感じです。全部英語表記ですね。で、裏に多分ゼロインするとき使うんですかね。これ的が書いてますね。こんな感じです。ヒルポンプマーク4って書いてますね。メイドインイングランド、開けてみたいと思います。結構重いっすね。よいしょ。こんな感じです。これが説明書かな。これはなんだ。ああ、日本語表記ですね。まあちょっと注意書きみたいな感じですかね。まあ後でちょっとこれは読んでみましょう。これが説明書ですね。ああ、全部英語ですね。英語表記ですね。日本語表記のものは入ってないですね。ちょっと僕英語できないんで、どうしようか。まあとりあえずやってみますか。これはグリスだな。グリスですね。で、これは台かな。言っといて、これなんでしょうね。あ、これドライパック。ドライパック2つ入ってますね。2つ。で、あとは、これは多分、チューブでしょ？はい。どれから？どれから出せばいい？これから出せばいいか。はい。結構作りが、しっかりしてますね。取れないのか。どうか。あ、重い。これが重いですね。中に入ってたのは、これだけですね。あ、結構、至って、単純な作りというか、組み立て自体は簡単そうですね。やってみますか。はい。なんだこれ、1、2、2つなんだこれ。作り方が2つある。あ、ポンプオリアサンブリーって書いてますね。で、ポンプイズドライパック。あ、そっか。これたぶんこれはドライパックなしの普通のポンプで、こっちがドライパック付きの作り方ってことですね、多分ね。あ、そうだな。2種類、2パターンできるってことですね。でもまあ、ヒルポンプのいいとこは、この湿度除去なので、これをつけないと意味ないですよね。せっかく買ったのにこっち使う人いいのかな？これやらないと意味ないですよね。だからこっちで組み立てたいと思います。まず1、これかな。これ2。これを、あげろってこと？これを取るってことですね。で、これか、土台。こうか。土台をはめるってことですね。あ、結構これベタベタしますね。グリスかなんか塗ってあるのかな。手前の方で。はい。で、さっきの、これを締めると。そうですね。入りづらい。まあ当たり前ですけど、今ガス圧はゼロになってますね。はい。したら、あ、これはいいのかな。これ結構緩いけど回るけどいいのかな。大丈夫なのかな。したら次は5番これですね。どっちだろう。こうかな。こうかな。まあ、多分こうでしょうね。違うな。こっちか。こうってことか。こういうことですね。で、締めると。
で、次は、これ。7番。これを回して取る。で、ここにスポンジかなんか入ってますね。フィルターみたいな感じ。で、これを、あ、違う。こっから取るってことだ。こっから取れちゃったんだ。で、8番でこれを取るってですね。そしたら、ドライパックを入れるってことか。これ2つついてるけど、これ同じかな？同じものですね、おそらくね。で、これを入れて、すり切り入れるってことか。はい。やってみましょう。慎重に。あ、こぼしそうだな。これなんていうんですかね。湿度除去の、まあ、こんな感じですね。シリカゲルみたいな。あ、結構ね、あ、一パックちょうど入るかな。ちょうど一回線分って感じですね。あ、一回線分より、若干多い。全部は入らない。一回線分より若干多いですね。こぼれちゃった。あ、ほら。こぼれる、こぼれる。すり切りいっぱい。ちょっと多い。なんでこんな半端な、ちょうどの分量でやってくれよって感じですけどね。よいしょ。そしたら、蓋を閉める。で、こっちか。これに入れるってことですね。これしっかり閉めた方がいいな。湿度入っちゃうから。はい。そしたら、これに入れる。入れる。はい。で、入れて、向きが、こうだ。あ、これ上げる？あ、上げて、どうなってんだ。上げて入れんのか。結構これは下まで入れるってことかな。入りましたね。あ、いいのか。はい。こっちから空気が出る。これで湿度計がされてんの？本当に。これだけでいいの？で、取っ手をつける。はい。それで、最後、これを、緩めるってことか。作り方はこれだけですね。すごい簡単。そして、このグリスはどうすんだ？グリスが余ったな。あ、グリスちょっと塗るってことですね。塗るのか、この中に。じゃ、ちょっと塗ってみたいと思います。これぐらい。少しでいいってことか。よいしょ。じゃあ、この図によると多分これぐらいでいいってことですよね。いろんなところにちょっと塗って。まああんま塗らなくてもいいのかな。そこまでは。はい、こんな感じか。よし。そしたら、やってみるか。ちょっとテストしてやってみますか。ああ、閉めるのかな。で、閉めるのか。ああ、こんな感じね。わかりました。はい。できました。こんな感じですね。
ここにあと空気銃エアライフルを、まあ、つなげて、ポンプするってことですね。こんな感じなんだ。まあ、ほとんど自転車の空気入れですね。ここにメーターついた感じ。で、ヒルポンプの最大の、いいとこが、この湿度除去って感じですね。これなしでやると、この大気中の空気から、空気中に、酸素を入れるということで、大気中の、微量な、酸素、水分が入ってしまって、空気中の重心内が、錆びてしまうっていう、長く使うと錆びてしまうということで、この湿度除去機能っていうのがついてるんですね。これがヒルポンプのいいところですね。まあ、そんな感じです。はい。こんな感じでした。あと空気中に次回、次の回でこれつなげて、空気を入れてみたいと思います。以上、アポロンのシェフタイラでした。